水族園スタッフいちおしの生き物。皆さんこんにちは、飼育展示係の幅です。私は普段世界の海エリアの生き物やマグロ、サメの飼育を担当しています。私のいちおしの生き物はこちら、タマカイです。タマカイは世界の海エリアの南シナ海の水槽で見ることができます。自然下では南日本やインド洋太平洋域に生息している大型のハタの仲間で、全長は最大で2メートルに達します。この水槽のタマカイも今全長は150センチほどあるのではないでしょうか。タマカイがこの大きな体で餌を豪快に飲み込むところが一押しのポイントです。南シナ海の水槽ではタマカイのほか、大きな生き物にはピンセットを使って直接水面で餌を与えています。餌を持っていくとみんな水面に上がってきて待っているんですが、そこでタマカイに餌をあげると大きな口を開けて水ごと一気に餌を飲み込んでいきます。この時タマカイの勢いが良すぎると水しぶきが飛んできて、油断していると私まで思いっきり濡れてしまいます。豪快に餌を飲み込んでいるタマカイですが、この一方で意外と気難しいというか警戒心が強いという特徴もあります。例えば先ほどの映像、あれを撮った後カメラに気づかれてしまって、もうその日は餌を食べなくなる、そんなこともありました。カメラはですね、私が手に持ってもう水深数十センチのところで少し離れたところから撮っていたんですが、タマカイにはすぐに見つかってしまったんですね。まあ、そんなちょっと警戒心が強い、大きな体で警戒心が強いところも魅力の一つでしょうか。さてタマカイはですね、南シナ海の水槽で一番大きな魚なのですぐに見つけることができると思います。近寄ってみるとタマカイも目を動かしてこちらを見てくるのがわかると思いますよ。もしタマカイが口を開いてじーっとしていたら、じっくりと観察をしてみてください。口やエラの中から小さなホンソメワケベラという魚が出てきて、タマカイの口やエラを掃除している様子もご覧いただけるかもしれません。ぜひそんなタマカイをじっくりと観察してみてくださいね。